ソカタソカタはルーマニアで古くから飲まれている、ソフトドリンクで西洋にはとこの花から作られる。ルーマニア語では、即のジュースという意味の出クで即とも呼ぶ。通常はノンアルコール、またはビアルコール性で、発酵のさせ方や期間に応じて発泡性のものや、そうでないものもある。砂糖水に西洋にはとこの花をつけ、自然に発酵させて作る。レーズン、 薄くスライスしたレモンやライムのほか、ミントやオレンジピール、バジルなどのスパイスを入れたものなど様々なバリエーションがある。目新しいものでは、砂糖や蜂蜜の代わりに、レーズンやナツメヤシを使うものや、レモンに変えてライムやサフラン、生姜などを加えるものもある。好みにより、酵母や米を加えてアルコール発酵を促すこともある。 ソカタは切り花を使って初夏に作られるが、ドライフラワーを使えば一年中作ることもできる。最初に、水に、西洋にワとこの花とレモンを入れ、1日ほど漬け込む。続いて、他の材料を加え、密閉しないように蓋をして2から4日ほど発酵させる。その後、ろ過をして小瓶に移し、冷蔵するが、通常は1から2日のうちに飲み切る。ルーマニアでは、 祝日や週末、または誕生パーティーやバーベキューなどのイベントに合わせて、家族や友人と一緒に自家製の素型を楽しむことも多く、ちょうど発酵が終わったものを飲める、要10リットルほどまとめて作ることもある。瓶に取り分けた後さらに置いて、発酵を進めると、ビールと同程度のアルコール度数になり、炭酸も強くなる。この時瓶を密封していると、炭酸が強くなりすぎることもある。 ルーマニアでは伝統的に西洋ニワトコの花には下毒や利尿、巨炭のほか、免疫を強化し風邪などの感染症に効果があるとされてきた。西洋ニワトコは北米でも自生している。ルーマニア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、インドなどではソカタを元にした炭酸飲料、ファンタソカタが売られており、日本でも2019年6月10日から、 自動販売機限定で販売されている以下の材料を瓶に入れ4日ほど置く。ありがとうございます。